久保さん。いやー、いいですね、このテーマね。はい。まあ、あのね、あのー、僕と久保さんの意見っていうのは考え方っていうのは少数派なので、少数派だからこそ、まあ、いろんな反発だったりとか、いろんな意見が上がってくると思うんで、いいと、いいことだと思います。で、まあ、一つ事実を言うならば、みんな勉強している時間が少ないんですよ。まあ、久保さん陰居だからねい、いろんな勉強できるだろうし、僕も正直ね、いろいろできるんです。 ほんとね、会社辞めてからね、すげえ良かったなと思うのが、やっぱね、自分の時間がもうめちゃくちゃ増えたんですよね。で、特に去年もう借金返済してから、今年なんかは特にやっぱ落ち着きましたよね。僕はまだあの商品ガンガン売ってかないといけない部分があるんで、まあ、あまあ、それはやらないといけない部分はあるんですけど、ただ、時間あるんですよ。<laughs> うん、だから、暇な時間がかなり増えてきましたね。どん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 。 うんこれやべえな、みたいな。暇だなみたいな。だから動画撮ってなかったらもうガチで暇すぎますね。そう。何のために生きてんのか、みたいなね。うん。で、まぁ、あ、あの、今回のテーマは、愛とお金と悪魔にしましょうか。まあ、以前ね、あの、悪魔くんっていうね、名前をつけたあことが話題になった。これ何年前だ10 20年前かわかんないですけど相当前にまあ記憶にある人はあるかもしれないですけど悪魔くんっていう風に名付けてでそれで波紋を呼んでそれはどうなのかみたいなこれ最終的にどうなったか忘れちゃいましたけどであの確かねその親はその悪魔くんってつけてなんだまあすいませんう覚えなんですけどあのまあ丈夫に育ってほしいと。 みたいな。なんかまあそんな感じだったような気がするんですけど、まあ周りから何言われても、まあ強く生きてほしいみたいな気持ちでつけたような気がするんですよね。うん。まあ間違ってたら申し訳ないですけど。うん。でも周りからはね、いや悪魔はやりすぎだろうみたいなね、なんかかなりの批判がね、あったみたいですけど。でもまあ結論、なんだろうな、そこに、 うん、子供を嫌子供の嫌がらせで名前を付けたのかって考察するとまあ多分そうじゃないと思うんですよね子供をどう思いますかね <laughs> その親が子供にいじめにあってほしい将来あの最低な人になってほしいっていう願いを込めて悪魔ってつけたのかどうかはどうなんでしょうねまあその親しかわからないですけどうん。 なんだろうなだ,だから要は何が言いたいのかっていうとその人にとってはその悪魔っていう名前を付けたことが愛情表現だったのかもしれないですようんでもこれは結局少数派しょだからそれも少数の考え方じゃないですかで多数の考え方があって悪魔イコール悪いイメージがあるだからそれはダメだっていう多数にブワーって攻められるって話ですよねでもこの少数意見なわけですよだから例えば失敗は 悪いことだ。例えば、借金は悪いことだっていうのは多数意見ですよね。でも、借金、でも事実としては、会社は借金、社あの会社から、あの銀行から借り入れてますで。会社が銀行から借り入れなくした場合、ほとんどの中小企業潰れます。っていう事実はあるんですよ。でも、借金は悪いこととかね。あと、一般の人もね、久保さんはね、一括で家買ってますけど、ほとんどの人は35年とかローン組ンで買ってるわけですよ。 それは借金じゃないですか,だから満田金次郎が、まあ、言ってたんですけど僕好きなセリフで大人はみんな嘘ついてると借金は悪い悪い言うけどみんな見てみと家はローンで買っとるし車もローンで買ってると借金やと大人は嘘つきやみたいな <laughs> セリフがあって僕めっちゃ好きなんですけどなんかねなんかねじ事実事実があるんだけどもその実を歪償化するというかなんかその 自分の愛に変形すするみたいなねわかります自分の持ってる価値観だったりとか自分の考え方に矮小化して愛に持ってくる傾向がありますよねでも事実を客観的に見て客観的にこう分析して考えていくっていう能力が僕は必要だと思うんですねうんでもその能力っていうのは勉強してないと、うん、多分できないと思うんですよ勉強していないなと 結局、周りの意見が正しい。だから、例えば、あのー、この思考が大事で、あの、ニュートンさんとかがね、あの万有引力を作った人も、最初、なんでリンゴ落ちんのみたいな。えみたいな。なぜみたいな。でも、周り、周りはね、別に見向きもしないですよ。リンゴが落ちる現象に対して。でも、ニュートンさんだけは、これなんでリンゴ落ちんねんみたいなね。わかりますそこに疑問を持っていく。待てよ、と。 だから、すべて、ただ、答え正しいものはないんだけどそ、一般世間がこう言ってることに対して、待てよと、な故だと、もしかしたらこういうものの見方があるんじゃないか、こういう受け取り方があるんじゃないかっていうことを考えていくっていうことが大事だと思います。答えはないので。ただし、じゃ答えはないけども、答えを出していかないと、生きづらいんですよね。 だからそれはいろいろ自分が考えていろんな概念を入れて勉強した上でやっぱりこう思うよねっていう主軸ですよねうん自分の思いはあ,のある程度固めないといきづらいのでうんただしなんだろうなそのバリア張っちゃうとダメかなっていううん本当にそれがその思いっていうのは正しいのか正しくないのかっていうもうこうだってなっちゃうとあのダメなんでだから柔軟にその いろんな愛の形を受け入れるってことが大事なんじゃないですかね。<laughs> いろんな愛の形を受け入れるためにいろんな考え方を持たないとダメだなっていう。だからその風俗の方のお話とかもね、すごく的を得てるなと僕は思いますね。めちゃくちゃ。もうめちゃくちゃ的を得てるじゃないですか。あんなの。でも一般の人から見ると、ん何言ってんだこいつみたいになるかもしれないですし。うん。だからね、あの、いろいろな勉強すればするほど、人間っていうのは、 結局あの、都合がいい生き物なんですよ。<laughs> 本当に <laughs>。僕ね、もうね、いろんな勉強した結果、人間っていう動物で見ちゃうんですよね。僕 <laughs> はおすすめしてないんですけど、人間っていう動物で見るっていう。<laughs> うん。なんか、うーん、なんか、アドラーは、人、アドラーはね、アドラーの教育はね、 子供を人間として見るんだみたいなね、教育なんですけど、僕はもう動物として見るみたいなね、もはや人間を。まあ、いろんな動植物、まあ、植物もあって、いろんな生き物があって、ただ、うん、その人間は頭がちょっと知恵があるだけであって、地球上に生きている生命とは大した変わんないですよ。なんかなもでもなんか人間様みたいなね。わかります。<laughs> 人間強いぞ、人間様、人間が正しいみたいな。 でも地球規模で考えると一番動植物の中で人間が一番地球を壊してるので地球,地球規模で見れば人間っていう動物は最低の生き物なんですよ。最低ですよ。<laughs> どうすか最低でしょ地球ぶっ壊してんだから、うん。地球ぶっ壊しながら生きてるんですよ、うんね。最近はコンビニのビニール袋も有料化になりましたけど、ね、まあそれでも有料で買えるわけじゃないですか。まあ、石油ですよね。 石油も地球掘ってね掘りまくって石油やってるしうんなんかゴミ出るしね生きてたらねどれだけ地球環境に優しく生きてたとしても生きてればゴミ出るんで絶対にうんゴミを1ミリも出さなく生きていけるってできます多分無理っすよね <laughs> 多分無理っすね何も買えないですよねコンビニでスーパーでもだってスーパーに入れ物で加工されてるじゃないですか <laughs> だ買えば暖房、買えば発泡スチロールとかね、ビニールのこの、惣菜買ったら惣菜を入れてるこの発泡スチロールゴミになるだろうし。<laughs> 人間ってね、都合がいいんですよ。うん、都合がいい動物ですよ。だから最低の生き物なんですよ。その最低の生き物なりにやっぱ頑張って考えて、あの自分の正義というか、自分は何がいいのかなっていうのはいろいろな概念入れて、いろんな愛の形があって、 ね、自分はじゃあどういうふうに表現していくかっていうなんかそういうまあ本当にね思想哲学になってくると思いますここはただしその思想哲学に関してはいろんな勉強をしない限り深みがある考え方にはならない深みがある人生にはならないかなと深みっていうのは自分自身が深く考えて深く体験して深く行動してそこで得られるものなんで周りがどうのこうのじゃないんですよ 自分がどれだけ圧倒的に考えたのかどういう概念を入れていろんな概念を入れた上で頭の中でスプラッシュバンでブワーやって考えて出してしかもなおかつ体験もして経験もしてお金の問題でいうならばお金もちゃんと稼いだ上でじゃあどうするのかっていうねうんだそそれがなんかすごい大事なんじゃないかなと思いますね、まあ、まあこの億万長者合宿のテーマは最終的にやれなんですけど うんやっぱりまあ一つの事実もこれも言うとするならばやっぱお金を稼いでない人がお金に対して物事をああだこうだ言いますこれはもう事実がある,あるんでお金がない人お金が稼げてない人があお金を稼いでる人に対してとかお金の稼ぎ方に関してああだこうだ言うっていう事実はもうある一定絶対ありますなそれは自分が稼いでみればいいと思うんですよねでそこから考えればいいだろうし なぜならば、お金は必要だわけじゃないですか。で、お金は嫌い、えー、愛とお金は関係ないと言いながらも、お金は必要という事実があります。水道代ひね,水道ひねればお金かかるし、えー、今住んでる家賃も金かかるし、携帯代もかかるし、だからこからは逃げられないんですよね。で、逃げられないんだけど、それを賠償化して、きれいな風に、その、なんか、やっちゃうんですよ。うん、でもその事実はあるけど、どうするっていう。 ただもう、なんかシンプルに考えて、はあ、向き合うってことですかね。<laughs> まあ、取り入れるっていう。うん。これはね、いいっすね、このテーマは。これ、この談義、久保さん、いいんじゃないですか。お金と愛。愛とお金、めちゃくちゃいいんじゃないですか、これ。これはね、本当思想哲学でいくらでも揉みますよね。答えがないので。受け取り方次第ですから。うーん。 だから受け取れる人は久保さんと僕の考え方があもしくはその風俗の方の例だったりとか話してることだ確かになと思えたりとかねでも受け取れない人は受け取れないのでうんここはね面白いですねでも少数派だからこそうん言えることがあるし <laughs> まあ少数派だからこそ考えられることがあるし これからも少数派最高で頑張っていきたいと思います。いってらっしゃい。